自分たちが行う国づくり、参政党の神谷宗平です。神谷さん、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。神谷さん、あの今回はですね、えー、政治資金収支報告書ということで、はいえー、詳しく教えていただきたいんですが、はい、まあ何かとですね、この収支報告書、まあ話題に上がってくるものだったと思うんですけれども。はい そもそもですねこれはどういったものなのか含めてですね参政、はい、党の特徴であったりとか、はい、そういったものもあのいろいろと教えていただきたいので、えー、よろしししくお願いいいたたまますはい、分かりました、えー、この政治資金収支報告書というのは、まあ、民間企業ですうと決算報告書みたいなもんですね、うん、どこから賛成党お金をもらっていて何に使っているのかと。 ということをまとめたものです。はい。で、なんで今回こうやって改めて動画を撮っているかっていうとですね、いよいよ参政党も国政政党になって、初めての就職書ということで、まあ、あの、今まではもう自分たちで党費とか、お金出し合ってやってたということだったんですけども、これからは政党の助成金をもらってやっていくという形になりますので、よりですね、公共性を高めていかないといけませんので、はい。あの、参政党はお金にはものすごくきれいに、 やるそうですというふうに普段から PR してますからね、はい、で民間企業からももらわない、ねうん、えという形でやってますので、まあ、そういったところがあのガラス張りになるように、はい、あのきちっと説明動画を作っておこうという趣旨で、今日は動画を撮りたいと思います。なるほどえー、じゃ神谷さんから直接色々と説明がいただける、はい ということではなくて、やはりこういったもの、専門の方がいると思いますので、その辺で、ちょっと今回は、会計責任者は、このようにいる海老勝慶ですので、エビ君の方から説明をしていただいて、一部、私が説明した方がいいようなところがあれば、私も説明したいというふうに思いますが、いろいろとですね、賛成党の場合、注目されてる部分も多いですので、その辺は私の方から、もうしっかり聞かせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。込んでください はいはい <laughs> はいじゃあエビさんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはい早速ですがあの資料の方いただいておりますのではい、えー、これに基づいて説明いただけるということですのではいよろしくお願いしますはいそれでは私からですね令和4年度の政治資金収支報告書のですね解説をいたしますえ令年11月の末にですね前年の各党の政治資金収支報告書が総務省のホームページでアップされますえこれに先立ちましてえ党員また関係者スタッフの皆さんにですね ご説明をしておきたいと、まあ、ポイントを絞ってですね、今回、ご説明させていただきたいと思っております。はい、はい。それでは、スライドをご覧ください。スライドの2ページ目になります。こちらが、今年5月末に提出しました、令和4年の政治資金収支報告書のフロントページになります。本編で約300ページ、添付文書も含めると800ページ超の報告書になっております。3月の党大会で発表した決算数値から多少の差異がありますが、 これは発生主義ではなく、現金主義会計を取っていることによる誤差と決算内容の精査による一部修正が入っているためです。大きな変動はありません。はい、大きな変動はないということですね。はい、800ページとかそんな大量なものなんですか？ そうですねあの収入の中でもタブミーティングだったりイベントを多く賛成とは他党と比べてしておりますしまた後ほどご説明しますが多くの皆さんからあの寄付をいただいておりますのでこれだけ多くの報告書になっているということでございますなるほど、はい、まあそれ800ページ全部を目を通してくださいというわけにもいかないので今回はその重要なところいくつか教えていただけるということでよろしいでしょうかはい、はい、ご説明させていただきますはい、はい、じゃあお願いしますはい。え続きまして3ページ目をご覧ください 令和4年の収支の総括です。概略として見るべきポイントは3つあります。1つ目は本年の収支総額は15.9億円であるという点。2つ目は本年の支出総額は9.3億円であるという点。3つ目は差し引きの利益が6.5億円あり、これに前期からの繰り越し金を足すと7.2億円が令和5年に引き継がれたというのが概要です。えすなわちここで申し上げたいのは、 あの、皆様からのご支援により多額の利益が出ているという点です。あと、支出の部分におきましては、本当に当院の皆様のボランティアご支援により、支出の部分が他党と比べて大変大きく抑えられているという点。そして、もう一点、翌年へ繰り越し,している7.2億円でありますけれども、こちら、やはり衆議院選挙を戦う上においてですね、 まだ心もとない点はありますので、この分、まだまだ衆議院選挙においての資金をですね貯めていかなければいけないというところをポイントとして挙げさせていただいておりますなるほど、はい、これは前々から神谷さんがおっしゃられてたとおりあの、統制拡大のために次の選挙にもう備えていくんだと、頑張っていくんだということが数字として表れているといった理解でよろしいですか。そうですねはい で、また、これだけの資金を、まあ、通常であればですね、考えられないほどの、こ利益と言っていいのか分からないですが、お金を残されているっていうことは、これはやはり数字から見ても、党員の皆様とこう一丸となって前に進んでいっているという、まあ、数字的な根拠と見てよろしいんでしょうか。そうですね、はい。全国で党員の皆さんが、先ほど申し上げましたが、タウンミーティングで身を削ってですね、<laughs> もう時間も、家族との時間も削って、統制拡大への、お に対してですね尽力をいただいておりますのでこの部分が他党と比べて本当に大きな点でありますし本部としても大変感謝しておりますなるほど、はい、これはなかなかない数字感ですよね、本当にだから今までは、まあ、街頭演説等であの神谷さん含めですね皆さんがそういったことをおっしゃられてましたけれどこれ、本当に数字的な根拠として示されているということがこの収支報告書でわかるということですね。はいそうなります わかりましたじゃあ次のページお願いしてよろしいでしょうかはい続きまして4ページ目をご覧くださいこちらは収入の財源内訳を詳しく記載させていただいております注目すべきは投資収入寄付事業収入といった自己財源の多さです普通の政党は政党交付金つまり国民からの税金が主たる収入源でありここで党の活動費の大部分を賄っているという構造が通常です しかし、参政党は90%を自己財源で賄っており、税金に頼らない自律的経営が実践されているということを示しています。数字からも、党員をはじめとする皆様からの支えによって、活動が展開できていることが特徴でございます。これ、通常の政党には見られない本当に数字構成だと思うので、はいあの、非常に珍しいんですけれど、おかしいですね、宗教団体からの寄付がないですね、どうしてですか。あの 代表も申し上げている通り、賛成党は、あの、特定の宗教団体や利権団体から、そういった、あの、寄付は受けておりませんので、はい、こういった、あの、形になっております。そうですよね。はい、これ、あの、普段、街頭演説で、はい、まあおっしゃられているのは、こういったところで内訳を見れば、明らかになるので、やはり、こういったところをちゃんと見ていくっていうのは大事ですよね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。次のページをお願いしてよろしいでしょうか。はい、続いて5ページ目をご覧ください。 支出の内訳になります支出総額9.3億円についても、人件費や本部間接費などの一般経常経費はごくわずかに節約されており、ほとんどが選挙関係費や支部活動費に充てられていることを示しております。人件費については、本部スタッフ体制が整備され始めたのは9月以降であり、ごく少額に抑えられています。人件費、支出額の比率を他党と比べると、自民党13%、 公明党18%立憲民主党9%日本維新の会7%国民民主党4%賛成党は3%となっておりますこのような数字になっているのは党員の皆様によるボランティアまた大きなご尽力によって達成しているということでございますこちらもですね私よく街頭演説で神谷さんからその感謝の声っていうのをねあの聞くんですけれど。 これ本当にあの皆さんがすごくあの応援してくださっているというのが明らかに分かる数字だなと思うんですね。はい、であの数字の,その比率から見ても自民党さんの4分の1以下で公明党さんの6分の1以下というのは本当に相当その皆様がその、まあ、目に見える形もあれば目に見えない形で協力しているというのが賛成党ということ。 なんでしょうかねそうですね数字で見ると改めてわかるんですけれども、はい、当院の皆さんの日頃からのやっぱり活動の尽力の賜物だというふうに思いますはいありがとうございますはい、はい、エムさんあの六ページ目なんですけど、はい、いよいよですねあのいろんなところから言われそうな意識改革株式会社とのこの取引っていうところに書かれているんですけれども神谷さん思いっきり突っ込んで、はい よろしいですかここは、はい。ここは一番突っ込まれたところに、どんどん突っ込んでください。悪いことしてますよね。<laughs> いや、だったらこんなところいませんということですね。ということで、数字がはっきり出ておりますので、はい、どういった内容なのか、はい、代表を務められた会社と党とのやり取りですので、どうしてもこれは、まあ、会社の場合でもですね、役員が兼ねてましたら、 あのいろんな問題が起こるということで、はい、チェックが厳しい部分かと思いますが、まあ、そういったことで、はい、いろいろ心配されている方もいらっしゃると思いますので、はい、じゃあ、エプさんの方でこちらの方ちょっと教えていただいていいですかはいそれでは6ページ目のスライドをご覧ください。はい、こちらは党代表の神谷総平が代表を務めていた、意識改革株式会社と賛成党間での取引になります。党ででで開催するタウンンンミーティングやイベントで登壇いただいたたただ講講師師のの方への講師料を意識改革経由で行っておりました 各講師の方にお支払いしている額はプライバシーとマネジメントの観点から意識改革を通して支払いしていたことが理由になりますまた冒頭から党代表である神谷個人が独断先行して神谷個人や意識改革との取引で不当に利益移転しているのではという憶測疑惑が提されていましたがここに挙げられているように不当利益移転どころか適切に売るべき利益も享受していない状況にあります えびさん、ちょっと待ってもらっていいですかこれ、あの、数字しかないじゃないですか。で、結構な額の数字になってますけれど、これ、神谷さんやってますよね <laughs> やってないですね。あの、いやってます。やってます,てますか <laughs> これどういったことか教えてもらえますか はい。要は、賛成党国政制度になる前は、民事契約ができなかったんですね。はい、だから、あの、なかなか会場費払うのも契約してくれないというようなこともありますし、あと、先生方は一人ずつ、やっぱりその時々によって講師料とかも違うので、それをやっぱり公開してしまうとか、あと、先生方ですね、結構あの、通称で活動されている先生方もいらっしゃるんですが、こういったものに記載するときは本名で記載しないといけませんので、そうなるとですね、先生方のプライバシーとか住所とかも全部晒さないといけなくなるということが分かってましたので、それで で私は持ってる会社。 から講師委託をして、依頼をして、払った額を石株式会社からサーセットに請求するという形でして、先ほど、ミノ子から申しました、適切な価格っていうのは、要は手数料とかを取るんですけど、それこそ取ってたら、神谷がそこでね、お金儲けしてるって言われるのはも目に見えてますので、手数料は一切取らずに、払った額と同額をそのまま私の会社があから頂い,いてたという、そういう形になりますね。なるほどあの、むしろ全然取らなすぎて、驚きの数字なんですけど。 はい、もうほとんど利益い有か多分おそらくマイナスで受けていたような状態でされてたのが実態であるということで振り込んだ額と同額を先生方であったりとか会場に使っていたっていうのが、はい、まあこの収支で表れているとい、ね、ったことでよろしかったでしょうか。はい でもう少し補足をしますと、もう国政制度になった後、はい、ずっとこういった形でやってますと、あのまたブラックボックスだと言われますので、はい、今は、エドワークスという会社をわれわれ趣旨で作りまして、はい、そちらの方にこういった業務はすべて委託をし、はい、そちらの方にはあの若干ですけども、手数料払って、業務をやっていただいているという、はい、今、そういう形に改めていますまあなるほど、まあ、その体制を整えたということですよね。 まあ政党を立てている途中というか、はい、まあ過渡期にある特技なので、まあ、意識改革がもともとそういった意識改革を通じた先生たちが多かったわけですよね。そそうですねそういう意味ではマネジメント、まあ、プライバシーを守る意味でもそういう形でやってたということなんですね。はい、はい、そうです ねまあ、の金額が大きいのでね、あれですけど、まあ、それに関してはもうきちっと明細も取って、はい、えやってますので、はいはい、そこに関しては一点の曇りなく、はい、迷惑会計できちっとやっておりますなるほどであのもう一点なんですけれど、これ、ビさん、お聞きしたいんですが、はいあの、事務局長といったことで、立場で、あの参政党で、この当時はやられてたかと思うんですが、この辺のあの人権収支とかっていうのは、あの逆にどうなってるんでしょう事務局長の神谷に対して、本部から給与を、 いや報酬を払ったことはありませんこちらは会計責任者としてしっかりと不正な支出がないように管理をしておりますなるほど、まあ、こちらの方もまあそういったものがないといったことでこの部分っていろいろと聞かれる部分じゃないですか神、はい、谷さんの場合はもう当初から、うん、あのお金に関してはどうなんだこうなんだということが言われてたと思うんですが、はい、まあそういったことはない。 のとあと最初の方であで説明いただいた通りですがもう本当に衆院選をちゃんと戦っていくんだと統制を拡大していくんだという言葉通りにお金をちゃんと残して、はい、で皆さん、協力をもらいながら進めてきたといったことが数字で表れているという理解を今したんですが、はい、それは間違いないなですか参政党は多くの党員の皆さんのボランティアに成り立っている党なんですね、はい、私はそのボランティアをやりましょうやってくださいと呼びかけている側なんでその張本人が1人だけ給料をもらっていると。 いうことになると、あの、ついつまが合わないというか、通りが通らないので。 私はまあ、あの、厳しかったですけども、当初からお金はいただかないということです。うん、まあ、これに関しては、あの、参政党だけではなくて、私その前に両方プロジェクトっていう団体もですね、はい、2010年からずっと13年間ほど開示やってたんですが、その時も役員手当とか、うん、役員に対する交通費とかもですね、うん、出してなかったですね。参政党は一部、私ずっと石川県からやってましたんで、はい、数万円ですけども、交通費手当のようなものはいただいてましたけれども、はい、報酬給料としては一円もいただいてないと。うん、それは今でもそうですね。うん、はい。 私は代表にも賛成となってますけど代表手当も一切受け取っていないという状況ですのでとにかく呼びかけた人間がお金をもらうのは良くないということで徹底しています。あの神谷さんがやっぱ20代の時に、はい、そに赤字のスーパーをご両親から引き下げてです、ねはい、相当苦労されたという経験は大きいと思うんですが、はい、そういう意味ではお金に関しては。 まあ僕が見てても、ね、いろいろと行く先々でも非常にクリアに、はい、あのされてるなという僕は印象なんですが実際、疲れてるところを見れる人なんてあまりいないので、はい、まあそういった意味ではこういう数字で現れると、まあ、分かりやすくなるのかなと感じますね人件費は固定費ですから、はい、ここが上がりすぎるとです、ね、会社傾くんですよね,そう,ですねうちの会社が潰れたのも実は人件費だったんです、父の会社がれたのも。ででも父いい人だったんで 赤字なのに人気費だけちゃんんと払ってたんですね。でも自分たちの給料を削ったりしてやりくりしてたんですけどそんなのはやっぱり長く続かないのでやはりあの固定費はきちっとでもミニマムで抑えていってでまあ算数が大きくなった時にはまた見直しをかければいいんですけどもそ,、ね、それはまあみんなにケチだケチだと言われながらもですねあの切り詰めてやってきたつもりです。これだけのお金を残してるっていうこと自体が、まあ、相当、 まあ、しょっちゅう言われてましたけどね、はい、神谷さん自体もケチ大事だと言われてましたけれど、<laughs> だけどやっぱり固定費を変動費化しておくっていうのは非常に大事ですし、はい、固定費をどれだけ削っていくかというのは、まあ、経営としては基本中の基本ですから、はい、やはりそういったところを徹底されてやってきたというのがまあ分かる結果だといったことですね。はい、じゃあ、次の,あの7ページ目なんですけど、はい、ちょっとここを神谷さんにちょっと教えていただきたいんですが。はい これを見るとですね、全く、あの、政党によって構成が違うということがすごくよくわかるんですけれど、はい、この辺ちょっと詳しく教えていただけますか。はい。まあ,あの、どれだけ各政党がお金を持っているかというグラフだと思うんですけども、はい、まあ、見ていただけばわかるように自民党と公明党が圧倒的に多いと。はい、これ実は、あの、令和3年のデータなので、維新も今結構多いんですけども、当時は、 公明党と自民党がすごく目立って多いですよね。で、えー、自民党なんか見たらわかるように、もうほぼ政党交付金ですと。 いうことですね。今、160億円ぐらいだと思います。はい、あの、最新のデータでも。ね、我々1.8億円ですから、90倍ぐらい。はい、はい。向こうはあのお金をもらっていると。はい、まあ、議員多いんでね、向こうは400人ぐらいいらっしゃいますから、当然なんですけども。はい。でも、それに我々頼れないで。公明党は議員の数がですね、そんなにまだいないんですよ。あの自民党さんから60名ぐらいなんですけども。でも、やはり、あの、政教新聞とか売られてますので、事業収入がものすごく多いと。 ということになりますね、はい、だからまあ立憲民主党や維新国民民主を見てもこの青の割合つまり政党交付金がものすごくあの多いというのは見て取れると思います。それに比べては参政党はですね、まあ、政党交付金今1.8億円ですけども、まあ、これ過去の首相国ですから、はい、全くそういうのはない状況でやってきたと。 いうのがこのグラフから見て取れるかなというふうに思いますしであともう一つの特徴はですね参政党は立ち上げから一切借り入れはまだ起こしていませんので、はいはい、絶えず黒字で経営しているしかも国からのお金が一切入っていないという、はい、そういう状況が見て取れるかなというふうに思いますなるほどそういう意味では通常の政党とはまるで違うという説明がこのページを見ただけで本当に一目瞭然で分かる数字ですね。はい ただまあ、参政党も大きくなれば、やはりあの政党国費は受け取りますので、当然こういった形にはなると思いますけれども、ゼロから作って、ここまで黒字で経営できているということは、新しい政党では本当に珍しいことじゃないかなというふうに思ってますし、それはあの党員の皆さんがそれだけまあお金を出していただいて、党費や寄付を出していただいて、ここまで支えていただいたということで、大変感謝をしています。 なるほどありがとうございます実際収支構造なんですけどその他党との比較ということで8ページ目に書かれているんですが、はい、こちらを見るとですねより詳細にいろんなことがわかるので、えー、詳しく教えていただきたいところではあるんですけれどちょっと飛び抜けているのが参政党の党費の収入ですねこちらが非常に大きいんですがこちらはどういうふうに見たらよろしいですか はい。あの、賛成党は運営党員が4000円、一般党員が1000円という形で、かなり高めに党費を設定させていただいております。はい、はい。他党から比べて高いということは、申し訳ないんですけども、ただ、立ち上げ期にこういった形でしっかりとお金を集めなければ、選挙もできないし、党運営もできないことを私分かっていたので、はい、高めの党費に設定させていただく。で、その代わりに、我々はですね、毎日音声メールマガや、月何回かの、あの、勉強会の動画ですね、 そういったものを情報コンテンツしてお渡しするので、まあ、高めの党費を了解して、党員になっていただけませんかというふうに、当初から党員の皆さんにお願いとあの約束をしてですね、はい、運営してますので、一、まあ、人当たりの単価が高くなっている、でもそれが高いので、うん、あの党が運営できているということになります、はい、でその寄付の内訳なんですけれどあの、自民党さんなんですが、27億。 がほとんど企業献金という形で来ているということなんですが参、はいえー、政党の場合はもう個人献金という形になっているんですが、はい、この企業献金の,この規模というのはすごい規模だと思うんですが、はい、こちらはどう見たらよろしいんでしょうか。 これはもう自民党の体質ですよね。うん、はい。ですので、まあ、何を求めて企業が献金するのかということは、はい、国民の皆さんに考えていただきたいということであります。はいうん、やはり、えー、営利企業のはずですから、はい、何か見返りがなければですね、はい、はい、なかなか献金って冷めないと思うし、うん、まあ、それやら敗人ですから、はい、はい、<laughs> あの、それが認められているというのが、まあ、ちょっと我が国の政治はおかしいところかなというふうに思っていまして、はい、やはり我々は、宗教団体や民間企業とですね、あの、癒着しないと。 という形であの党を立ち上げてますのであの、もう個人寄付しか受け付けないんですという形で、えー、お願いしましたところ、えー、なんとですねあの、この1年の会計年度では、148名もの方が100万以上、1人で寄付をしていただいているということですので、まあ、非常に個人献金の協力が大きいというのが、えー、この図から見て取れるかなと思います街頭演説等でも、はい、そういう支持母体がないんだと、そういったことをおっしゃられているわけじゃないですか。はい ででもいるんでしょと、はい、どっかの, <laughs> あの宗教の方がついてらっしゃるんでしょ、はい、ってもう絶えないんですけどそういうお話が、はい、それって現れますよねこの数字に、はい、これがちゃんと公開されればそうじゃないことは証明できますよということだったんです、はいまあ中途半端なものを出してはいけなかったので、はいまあ、この,あの収支報告書が出るのを待って皆さんにちゃんと見せますというふうに約束していたので、はいまあ、これをちゃんと、ね、800ページ見ていただければですね大口の献金や宗教団体からの,あの寄付はないと。 いうことは命名破格、皆さんに分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあこういう数字の根拠ですね。はい、根拠があるからこそまあ、唯一ですね。言いたいことが言えると、はい、言わなければならないことが言えると,、はい、ということも、こういった数字の裏打ちがあるからっていうことですよね。そうです。やはり特にあの薬の問題とか、はい、農薬とかいろんな問題もありますし、教育でもですね。やっぱりいろんな利権であるわけですよ。そういったものに多分なく、やっぱりおかしいもの。はおかしいと言えるためにはそういった団体。 とかからですね、業界からお金はもらえないんですよね。はい、もらっちゃうとやっぱりもうそこに損度せないといけないんですね。えー、テレビとかもそうじゃないですか。はい、マスメディアもやっぱりスポンサーの不利益になることは言えないんで。うん、はい。政党も相談にいたところありまして、大口のスポンサーを作らない。広く皆さんからお金を集めていくという方向が、結果的には広く皆さんの代弁ができるということにつながるということでしたので、まあ非常に財政運営上厳しいっちゃ厳しいんですけど。いや、そうですよね。はい,いや、はっきり言ってあの、企業献金もらえば楽ですよね。はい。 はい、あの数字も大きいですし、その代わりに言うことを聞かなければならないというところが出てきますがそうですね、だからそこはあの、まあ、私が事務局長やってる間はです、ねえーの、厳しくルール変えずにいきたいなというふうに思っていますそういう意味でも、参政党は国民のための政党であるっていう。はいその 党の理念というかですね、はい、やり方をそのまま体現したいような数字の表れ方という理解でよろしいんでしょうかはいそのように思っていただければなというふうに思います、まあ、政治資金パーティーなんかでも頂い,いてますけどそれも本当に個人の方々に買っていただいてきていただくと、はい、まあ中にはあの法人で買われる方も少しはいらっしゃるかもしれませんけども、はい、法人になんかこうパー券を。 バーっと売って、はい、それで、あの、お金を集めるというふうなやり方でなく、あくまでインターネットとか通じて個人に個人にというふうに我々は訴えてるんですね。はい、それは本当に、あの、自由な言論、何、自由な政治活動を守るためにやってるので、まあ厳しいですけども、そこはやはりきちっと守っていかなければいけないかなというふうに思っています。なるほど。 この収支報告書ですね。いろんな方がまあ気になって出てくるのを待ってたかと思うんですが、はい、まあそういう意味ではおっしゃられた通りの数字での報告書にまとまっているといったことですね。はい、正直ですね。はい、このような政党を見たことがないっていうのが本音なんですけれど、はい、こういった資金の裏打ちとか。 あの、成り立たせ方っていうのは近代政党を目指されてるっていうことをずっとおっしゃられてますが、はい。こういう進め方をしなければならないよという一つのモてルなんでしょうかはい。あの、私は参政党の前に、龍馬プロジェクトっていうのを2010年からやってまして、はい、じゃあその時も政党を作る計画を作っていたんですね。はい。その時やはりお金にものすごい苦労もしましたので、はい、もし今度やるんだったらやっぱり金銭的な裏打ちをちゃんと持った党にしなければ、お金で行き詰まるなと。はい、で、 他の党もやっぱりお金ででできてててた党とかも見てても見すねやっぱり結構金銭のトラブルとかそういったところがあるということを裏で聞いていたのでそしたらやはりあの我々はそこのところはもう最初からクリアするためにお金の集め方もある程度最初から決めておこうと。 いうことでで私は事務局やってきたつもりですなるほど、本当にあんだん新しいチャレンジっていうのをあの続けてこられてるんだなっていうのを実感します。はい、最後なんですけど、海老さんの方から最後にですね、この内容について改めて伝えておくべきことをお願いできないでしょうか。はい今回、他党との収支報告書の比較を通して、えー、本当に分かることなんですけども、党員の皆さんに支えられている党だというところでございます。 金銭的な部分においてもそうなんですが、やっぱり支出をいかに抑えられているのかというところにおいては、本当に党員の皆さんの日々のご尽力のおかげだと思っております、そしてそのおかげで、今後、また次の展開、衆議院選挙に向けての戦い方もありますし、皆さんのおかげで成り立っているということを、今回、この報告を機にです、ね、しっかりと伝えたいというふうに思っております。 じゃあ、神谷さん、あの、最後に、この動画を見られている、あの、たくさんの党員の皆さんもいらっしゃると思いますので、はい、一言いただけないでしょうか。はい。参政党は、えー、党員の皆さんで組織を作っていただいて、少しでも皆さんの声が、あの、反映できる政党にしようということで、えー、設計をしました。でも、声を出すからには、やはりですね、支えていただかないといけない。背負ってもらわないといけないものがある。それがやはり、党費であったり、寄付であったりですね。だから、みんなでお金も時間も労力も出し合って、みんなで作ろうと。 という形で作ってきた党です。えー、まだ組織の方は十分ではありません。よく動画でも言いますが、まあ3、4割くらいしかまだ組織もできてないので、不十分な点はあると思いますが、けども構想から数年でここまでできたということは本当に奇跡的なことだと思いますので、えー、こういった奇跡的な状況をですね、もっと発展させて、皆さんに喜んでもらえる、納得してもらえる制度づくり、えー、これからも進めていきたいと思いますので、ぜひ引き続きのご支援、えー、そして協力、人の活動をお願いしたいと思っています。